美しく気高く僕らを照らして光り輝くアワラスター、それは僕らの使命。子供の頃あったよね将来の夢。竹は古くから籠や牡蠣などの材料として重宝されてきた。しかし福井には独特な進化を遂げた竹細工がある。越前竹人形、山田はその竹人形に見入られた作家の一人だ。金津創作の森に居を構えて20年、アトリエで竹と向き合ってきた。昨日は大きなりにね、うまく細工して同じように見えるようにせねかったです。竹は硬い代わりに、仕上がりが綺麗なんです。硬い分綺麗に上がるんです。繊細に上がるんです。木ではならないです、丸みを帯びてしまってね、それは繊細なところが活かせるってことだよね。硬く繊維が一方向にしかないため加工はしにくい。特に人形のような形を作り上げるには技術を要する。職人は種類、色、形が異なる竹を組み合わせることで人形たちに多彩な表情を与えていくのだ。技術っていうのはね、大体同じことやるんだから 2,3 年でマスターするんですわ。ただ応用ですね、竹をこういうふうに使ってこういうものを作るっていうね、その応用が、これは死ぬまで勉強なんです、だから勉強をたくさんしてる人としてない人では差が出るんです。手がいくら器用でもそのものを知らないと作れないでしょ、だから勉強が一番大事なんです、山田の作品は伝統的な越前竹人形だけにとどまらない。その形や質感を生かしたユニークな作品も数多い。茶道で欠かせない香合と呼ばれる道具も竹に緻密な細工を施し作り上げる。また最近では季節を表現した時語りという作品が評判を呼んでいる。時語りはね、これは私が創作したんですけど、あわら温泉には季節を楽しむものがねたくさんあるんです。おかみさんたちの着物とかね、それから髪飾り、それから座敷飾りね、器ね、食器、そういうものもみんな春は春の、秋は秋の器になってですね、でそういう季節を楽しむっていうかね、そういうのを竹細工で表現できんかっていうんでしたのがこれなんです。で、みんな季節を表してます、ちょっと細かい仕事で、だけど作ってるとこれらは楽しいですわね、長さどのぐらいできる？創作活動の合間には教室や研修に訪れた人に竹人形の技術を伝えている。実際は何年？2年ぐらいか。二人とも2年ぐらいです。2年ぐらい。ちょっと1年だけ3ヶ月ぐらいやった。3年目やね。3年目と2年目。この創作の森だから講座は別にあるんですけどね。研修生制度で、もう講座だとその日だけ来て1回で終わってますね。こういうのと。あの山なんかは何ヶ月もかかってね作ったり、だから、今は気心のあった人ばっかりで楽しくやってる。山田がこの道に入ったのは40半ばの頃。職人としては異例ともいえる遅咲きのスタートだった。
そこには山田の道を決定づけたある作品との出会いがあった。作家の水上努が書いた越前竹人形。あわらを舞台に竹人形師と一人の女性の悲恋を描いた作品。この小説が越前竹人形を全国的に有名にした。丸岡出身の山田は地元に息づく工芸品の存在に心を動かされ竹人形職人の道へ。そして水上努の作品に傾倒していった。まずあわら温泉が小説越前竹人形の舞台だってことはね、それを皆さんに知ってもらうために、これまでに芝居とか映画とかテレビですね、そういうもので放映された資料を一層集めてここに展示してあります。はい、でこういうことをあわらの人あんまり知らないんで、何とか知ってほしいなと思ってね、竹人形を始めた時に竹人形職人と水上先生の交流が全くないんですね、なかったんです。でそれは不自然でないかなと常々思ってたんですね。で独立して2日目に水上先生のところへ訪ねていって、それからの交流の始まりです。自分で作るようになったら、その裏にね、物語が入ってます、情景が、ただ言われたことをずっと作っているのは面白い、だから今私やる人はみんな裏に物語が入ってます、竹に命を吹き込み物語を語らせる。試行錯誤を繰り返しながら新しい竹人形の形を生み出すために、あわらスター、だから君は輝き続ける。